神代でございます。今日は大毛の失政、大毛の失政についてお話をさせていただきます。それではこの前の続きです。大毛は自ら自分のことを聖人であると信じ込んでおりました。修礼にある古代の制度を理想国家とし、それをそのまま実行すれば儒教的な良い政治ができる、社会の不安も救うことができると思い込んでおりました。こうやって新帝国皇帝となった大毛でありましたが、皇帝となってまず取り組んだことは土地問題でありました。当時土地は豪族大商人に買い占められており、1200万戸5950万人といわれる大衆一般農民は農地を失い、自ら身を売って奴隷の地位に転落する者も多くあり、連々の灌漑と飢饉に苦しんでいたのです。民の貧しさを憂えず、人しからざるを憂える。民の貧しさを悲しむのではない、民が平等でないことが悲しいのだ。こう考えた大毛は、まず天下の土地をすべて王殿国有地とし、その上で男子8人に満たない家庭で家族で1世100世以上の耕作地電池を所有する者は、余分の電池を親族隣家に分け与えるように勅令を発布します。しかしこの法令は最初は文字通り実施されたのでありますが、その後貴族豪族大商人地主階級の猛烈な反対を受け、大毛もさすがに気弱になって、誰も味方してくれる人もいなかったので、わずか3年で廃止されました。次に大毛は全く人道的な立場から男女奴隷の売買を禁止しました。土地を失った農民たちは自ら身を売って奴隷となるものが少なくなく、四川では奴隷売買の位置が立ち、牛馬と一緒に柵に入れられて売買される奴隷の姿が至るところに見受けられたのです。しかしこの奴隷の売買の禁止令も貴族豪族たちの猛反対にあって、途中で法令を骨抜きにせざるを得なかったのであります。また大毛は貨幣の改革もしました。当時使用されていた御朱銭を廃止して、金銀銅亀甲貝を原料とした28種の貨幣を鋳造し発行したのです。しかし現実的な経済の動向を無視した政策は、国中の物価の変動をかえって激しくし、経済を破滅状態にしただけでありました。さらに大毛は中央と地方の官制を古典に倣って改めましたが、改正が相次ぎ、特に地方の行政区画の改配は人民はもとより管理も面食らって、いたずらに行政の運営を悪化させた
だけでありました。そんな中にあって大毛は天下に二王なしという言葉を信じ、自分以外は王はいてはならないと確信して、天下の小王国の王を公大名に格下げし、また辺境あるいは外国の国王すべてを公王に格下げすることを決定しました。そのため新帝国の新しい印鑑を配るにあたって、紀元9年五位将軍というものを東西南北の国々に派遣しましたが、それら五位将軍が持つ印は秦の暴行という印象でありました。これまで漢の暴王という印象をもらっていた万位の君主たちは、暴行という格下げされた印象をもらって大いに憤慨したのです。紀元10年、まず最初に反乱を起こしたのは強国強度前雨蒙古高原からゴビ砂漠を支配していた騎馬民族であります。強度前雨でありました。大毛は30万の大軍を派遣して討伐しましたが、戦果を上げることはできませんでした。紀元11年、大毛は強度との戦争がはかばかしく進展しないので、王緑江の中流から朝鮮半島東海岸にかけて国を建てていた高句麗に応援のために出兵することを要求します。時の高句麗王は数ですね、高主毛の子であります。高句麗二代目、ルリメイ王であります。時の高句麗王は数という人物でしたが、漢の高句麗王から秦の高句麗公に格下げされた印象をもらって、大いに自尊心を傷つけられた一人でありました。当然に高句麗王スーは拒否します。異民族ではあろうと外国の国王を礼をもって遇しない人物大毛の要求を丸呑みすることは民族の誇りから言っても許されるものではなかったのです。大毛はこのことを聞いて大いに怒りました。高句麗に大軍を送って討伐すると叫びました。しかしこの時大毛の重臣玄勇は首を横に振って反対しました。高句麗人が皇帝の命令に従わない、皇の数も威信を抱いている、しかし出兵するのではなく落郎軍に命じて彼らを威武すれば説得すればどうでありましょうか。今やたらに反逆の罪を着せると本当に反乱を起こしますでしょう。そうなれば不要の所属もきっとそれに同調します。こう言って反対したのです。しかし大毛は玄勇の言葉に従わず、紀元12年から大軍を動員して高句麗に向けて出兵しました。幸いなことに高句麗の反乱は大したことにならず鎮圧され、高句麗の公の数は捕らえられて首をはねられました。だが高句麗の鎮圧はなったけれども、その後Y 族、パク族をはじめ西方の強、帝南方の秦、
ビンラの異民族が一斉に反乱を起こしたのは異常でありました。中国の周辺異民族は連絡こそ取り合うことはなかったけれども、中国王朝が横暴を始めると時によっては一斉に立ち上がり犯行を実行したのであります。